は経験あるよね。キーパー体力いらないあるよね。陸上部よりも走るあるよね。シンクロ基本取られるあるよね。ヒットが一番疲れるあるよね。辛いのよく切る蹴る目あるよね。バイタル結構焦るあるよね。エラスコトリマ練習あるよね。ちなみにボールを当て落としをもらいサイドハーフにボールを渡せば受ける体の向きは後ろ組だからスピードを殺さないためにオーバーラップをするがそれをメイクに使えるフォワードの選手にアーリークロスを上げるも宮もファーも追いつかず相手キーパーに素早いパンチキックに対応しきれず裏を捉えカウンターを受けてしまうが自分のディフェンスの最適なポジショニングにより対応することはできた。しかし相手選手の強い組によりファーをしたら追えなくなるが相手の技のシチュエーションにより審判がたまるとポジショニングを免れた。Okay.